こんにちは。転売アカデミー、堀秀夫です。今日は Amazon Ads で稼ぐ方法ですね。よくある間違いについてお話します。まず、商品を探すときですね。ツールを使ってよく売れる商品を探す。そして仕入れた商品は素早く売り切る。3番目に、購入者の良い評価を貯めてライバルと差別化を図ると。まあ、一見ね、Amazon Ads で稼ぐ方法、合ってるのかなと。そもそも、具が入ってないですけどね。後で直してみます。これ、具が入ってない誤字以上に、この3つの行為はですね、どれも稼ぐ方法に程遠いというか、ちょっとずれちゃってます。ね、普通に多分、転売やったことない方、あるいは国内の転売やったことある方、アマゾン転売をやったことない方は、こんな風なやり方をする方が結構多いと思う。で、転売をやっててですね、まあ、いまいち稼げませんという方よく聞いてみると、これ全部とか、このうちどれかにね、力を入れてるとか、やってることが多いです。実はこれ、稼ぐ方法じゃなくてですね、この方法をやったら稼げないというよくある、間違いです。これどの辺が間違いなのか、まあ、また別なね、動画の方、あるいはスカイプのサポートなんかでも、説明してきますけど、何しろ、この最もらしいですね。ツールを使って効率よく商品を探す。ランキングなんかに注意してよく売れる商品を探す。そして仕入れた商品は素早く売り切る。購入者の良い評価を貯める。これ全部間違いです。どれもこれも、儲かるためには役に立ちません。まあ、なんでと、ね、思った方は、おそらく自己流で取り組むと、Amazon 輸出では稼げないです。今、転売アカデミーでは、Amazon 輸出の、転売を特別サポート、個別にサポートするプランのですね、会員を募集してますんで、転売で稼げると、Amazon 輸出で稼げそうだというのを決めて、何から手をつけようというのでですね、無料ブログとか、本なんかで情報収集している方、もしこの3つの方法のね、何がまずいかっていうのが分からず、この方法をやろうかなと思ってるんであれば、悪いことは言いません。自己流でやったら稼げないです。今、募集してますんで、ご入会お待ちしてます。またね、入会まだだけど、何がまずいんだよと、ね、気になる方は、メルマガに登録していただければ、この辺が違うと。もっともらしいけど、だから稼ぎにくくなってると。稼げないと。いうね、解説動画なんかも配信させていただいてます。ご入会お待ちしてます。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。